狩猟の罠があるみたいです。というわけで今日はキューピーの館に改めてやってきました。まあ新しいことが分かりました。ご覧の通りキューピーの館は大雨で完全に崩れてしまいました。まあここはかなりねユーチューバーさんにとって、まあ、心霊系ユーチューバーさんにとって、まあ、かなり有名なスポットだったんですけども、まあ、最近ですかね、まあ、大雨、土砂崩れによってプラスアルファかなり老朽化が、ね、進んでいたのでこんな感じで倒壊してしまいました。これなんかどうやってこうなったのか知りたい、全部。もう顔がもう…ですね、まあ一つね、まあちょっと話変わってくるんですけど、まあ、本当にいろんなね、YouTuber さんがね、訪れるので、まあ、以前なかったこのタバコとか、やはりユーチューバーさんがねタバコを吸ったり しながらこう来た可能性もなきにしもあらずと。まあ、現状こんな感じになってます。ちょっと行ってみましょう。土砂崩れですね、完全に。こういう多分自転車かな、なかったと思うんですけど、どっかからが出てきた、まあ、2階にあったのかちょっと分かんないんですけど、完全に倒壊してます。まあなんか最近、まあ、この崩れる前なんですけど、まあ、お人形さんとかがね、まあ、たくさん、まあ、水子のね神社、まあ、お寺かな、どっちか、あ、多分神社だと思いますね、だったんですけど、まあ、それでキューピー人形を中心に、まあ、子供のね赤ちゃんのね人形をこの供養として置いてたんですけど、まあ YouTuber さんが結構来られるので、まあ撤去、まあそのお人形全部ね片付けて供養したという、改めて供養したということなんですけど、そこから、まあ、何ヶ月か、過ぎて、まあ、こういう感じで崩れてしまったということ で YouTube で見ても大体今日の撮影日が、5月の真ん中ぐらいなんですけど、そこから、まあ、2月1月ぐらいのではまだこの建物が建ってたんですけど、まあ、3月、まあここ最近多分崩れたというね情報を得たのでやってきたんですけども、分かりますかね、あそこに岡山市のね、ゴミ袋あります。
おそらくね、供養寺のね、供養神社、撤去しようかなと、まあ処分しようかなと思った矢先に、こう崩れてしまったのかもしれないです。どうしようもならないような状態なんですけど、横に倒れるかのような感じで行きますね。斜めなんで、もう池に、そこにある池があるんですけど、それに向かって流れ込むように。で、痕跡としてわかるんですけど、この柱に杭が打ち込まれてると思うんですけど、これはもう本当にキューピー、まあ、子供のお人形さんをね、ここに繋いでたというか、くくりつけていたんですよね。まあ、決して藁人形のように杭を体に打ったような感じじゃなくて、ぶら下げていたというね、ことです。まあ、実際ねこういう感じになってしまいました。まあここ最近ね、この山崩れ、土砂崩れで、大雨による土砂崩れで、キューピーの館は本当に崩れてしまいました。まあそれ以前にね、キューピーのお人形自体は撤去、供養されていた、他の場所に移動されて、まあ焼却、まあお焚き上げで供養されたという話を聞いてるんですけども、そこから数ヶ月後ですかね、このような感じで完全に崩壊してしまいました。まあ、ちょっとね、いろいろ考えてしまうものもあるんですけども、やはり、まあ、残されたお人形さんはあったりもするんですけども、まあ、度重なる YouTuber の、まあ、いたずら撮影、まあ、このね、現にタバコの、ね、吸い殻とか、タバコの殻、があったりするので、やはりね、火事の危険性もあったのかなとか、まあ、いろいろ考えたりはするんですけども、まあ、こうやってね、まあ、そういうね、心霊スポットが消えていく、まあ、納骨堂とかお札の家とか、まあ、いろいろね、岡山では有名なスポットはあったんですけども、立て続けにね、こういう形でなくなっていくということで、まあ、これで、まあ、良かったのかなという部分もあったりはするんですけども、まあ、こういうね、供養寺が倒壊し消えていくということで、まあ、複雑な思いでございます。はい、ということでキューピーの館は、亡くなってしまいました。ちなみにね、この看板はね、だいぶ昔からあったんですよね。おそらくこのキューピーの館のあれじゃないと思うんですけどね、すぐそこに神社の、まあ、鳥居があるんですけど、そこにね、なんか置いてあったような感じがするんですけど、これもあったかな。で、ここにね、神社があったらしいんですけど、だいぶね、奥に進んだんですけど、何もなかったんですよね。おそらくもう大昔に多分参道があったと思うんですけど、土砂崩れで参道が消えてしまったのかな。 Google マップで見てもこのずっと先に、衛星写真ではなんか建物があるような感じじゃないので、おそらく消えたのかもしれないです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。